最後の2択で迷わない講座。皆さんこんにちは、レックス認定講師の根本です。ここでは昨年好評いただいた2択講座、こちらの方今年新規収録したということで、どういう講座か紹介させてください。まあ当連とかではよくどっちかなーと悩み悩んで、間違えたといった二択に追い込まれることっていうのは多々あると思うんです。じゃあなんで二択になってしまうんでしょう。主に二つの理由があります。一つは、あれこれ書面だっけ、口頭だっけ、どっちだったっけなーっていうような、もともと曖昧な知識という場合が一つで、もう一個は意と意まで絞れたけど、これどっちなんだろう、聞いたことねえぞという場合です。で、今回の講座については丸2をメインにします。丸1というのはもう人によって何が曖昧なのかは違います。なんでそれを統一的な講義でするってのは無理だと思いました。今回は2、知識がないから解けない、そういった二択問題に絞って説明をしていきます。具体的には何をするかといったら、とにかく二択になる問題をいっぱい解くんです。それによって二択を切り抜けるセンスを磨いていきましょう。具体的には二択を迫られる問題を多く解く。具体的に言うと、過去の答練問題、公開模試の問題をピックアップしてます。講師の主観でこれが二択になるではありません。実際のデータに基づいてみんなが二択になってしまった、そういった問題を皆さんに実際解いてもらいます。そしてその上で二択になっている問題の内容を説明する。そういった形でやっていきます。で、しかもです。誤試ある状態から解きます。つまり、二択になってる。このうとえが二択だからこれだけ考えて、じゃありません。全部誤足並んでる状態で解いてもらいます。誤足並んでる状態で解いてもらって、レジュメの方には、1,2,3,4,5、正答率も入れてあります。この正答率見ると明らかに数字が大きいものが2つありますね。そう、4と5です。皆さんが4と5で悩んだってことが分かります。じゃあ4と5で悩んだってことはどの足で皆さん悩んだんでしょう。そう、意と意です。5足ある状態から解いてもらって、で実際皆さん答えまでいくかどうか、まず前提が二択まで絞れたかどうか。で、その上で二択勝負で勝ったか。それを検証していってもらいます。そういった検証を、こちら、午前科目で24問。午後科目で24問やっていきます。で、これ、ばらつきがあるのはもう単純です。もう二択になる問題だけを絞っていったんです。そしたら本当にこういう数字になったんですよ。あえてこういうふうに問題をばらけさせたじゃありません。まさにリアル、直近の答練、直近の答練で二択になったものを絞っていったらこうなったということなんです。じゃあポイント2。結局まあ二択になったっていう場合は、まあえいやー超か半かになるんですよ。じゃあ何が超で何が半かと。と言ったら、まあ、ぶっちゃけ、自分を信じて超と書くか。自分はこれは登記できると思うけど、だからこれで罰は多分できないんだと。っていうふうに逆を振るか。結局自分を信じるか逆を振るかの結局どっちかしかないんですよ。で、どっちで勝負するかの方法を決めてってほしいんです。
具体的に言いましょう。多くの問題を解いてきます。午前24問、午後24問解いてきます。それで終わった後に自分の傾向を分析してほしいんです。レジュメの方には末尾の方で二択勝負になったかどうか、で二択の時に自分を信じて当たったか逆を振って当たったかをメモってってくださいと、そういったメモ欄を作っています。でそのメモ欄見ながら見て、あ、これ午前科目って自分信じた方が当たりやすいぞ、あ、午後は逆だ、午後は自分を疑って自分と逆行った方が当たりやすいぞと、ご自身がどっちの方向だと当たりやすいかを見抜いてってほしいんです。ではポイントの3、二択勝負になったらね、まあ散々悩むと思うんですよ。自分の考えた通りならこっちだ、だからこっちに行きたい、いやいやどうせお前は間違えてるんだ、いつも同じ方向で間違えるんだと、自分と逆に行くべきなんだと、でまあどっちにしようかなーって散々悩んで丸バツつけますよね。でその後解いてもらった後に私が解説講義をしていきます。二択になったのはこれとこれですよね、でこの足こう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 いった理由でこうだからこうなるんだよと、で比較するのはこういう知識だよ、悩みに悩んで説明を聞いたらどうなるかっていうと、なるほどーと、だからこうなんだーと、悩み抜いた知識は習得が早い。今回二択問題を選んだものというのは全部が全部言ってしまう両問です。こんなの誰が解けんだよと、そういった二択問題は選んでおりません。知識面として習得してほしい二択問題だけに絞ってます。悩んだ両問、知識にすぐ直結します。知識対策も強化できます。もちろんですが、例えば先ほどありますけどね、説明するものっていうのは二択になった意と意、ここをメインに説明します。でもちろんこの意と意があってね、もう意はこんなん知らなくていいと、意で勝負をかけるべきなんだって言った場合はもう意はほとんど説明せずに意をすっごいしっかり説明します。これで知識勝負、知識の拡張をしていってほしいんです。これが私が担当する二択講座になります。二択で悩んでる方、そんなに時間取りません。ぜひ受講の方考えてみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。